RTK を利用したトラクターの自動操舵について紹介いたします。 RTK 基地局からトラクターまでの距離が20キロの範囲であれば、インターネット回線を通じて位置補正情報を受信した場合、測位精度の誤差はプラスマイナス2センチから3センチと言われています。自動操舵で高い精度のトラクター作業を行うことで、作業効率や作業精度の向上、労力軽減などのメリットが期待できます。北連ではメリットを数値化するために試験を実施。試験は馬鈴薯栽培においてガイダンスシステムと自動操舵を使用した場合と使用しなかった場合で実施。それぞれ1ヘクタールの畑で栽培し、交肥、破種、梅土、収穫の4つの工程で作業時間や直進性の効果を比較しました。ガイダンスシステムと自動操舵を使用した場合、まっすぐに箸をすることができるため、梅土と収穫の作業速度が速くなりました。後期、箸、梅土、収穫までの総作業時間を比較したところ、 23% の削減効果が見られました。またトラクターの直進性や均一な畝間が確保されることから、畝の本数が 4% 増加、増収の可能性を確認できました。収穫では自動で走行できるため、トラクター後方の作業機をチェックできます。これにより前方と後方を交互に見る回数が減り、疲労感が減ることが期待されます。また畝の馬鈴薯を正確に掘っていくことができるため、収穫ロスを減らすことも期待できます。 RTK を利用した自動操舵なら、トラクター作業の効率や精度が上がり、他の作業に時間を割いたり、より広い面積の作業をこなすことができるようになります。